こんにちは、ふくろです。今日は、いつものお題なんですけど、私のふるさとについて。私のふるさとは群馬県前橋市、千代田町っていう、ここの、今私の委員があるところから、50メーターほど広瀬川寄りにある、今はライオンズマンションっていうのが建ってるんですが、そこにあった野村産婦人科ってとこが私の生まれ故郷というか、生まれた場所です。ですのでほぼほぼ、ここがふるさとというか育ったところです。群馬県前橋は、水と緑と詩と書いて歌って読むんだと思うんですけど、歌の町って言われています。まあ、水と緑は多いのかもしれません。歌のところは萩原朔太郎っていう人が、育った町ということで、私のうちの裏には文学館って言って萩原朔太郎記念館というようなものが実はあるんですけど、まあ、それをフューチャリングしているとか、まあ、ちょっとその辺は、歌の部分は若干、なんだろう、本当にそうなのかなっていうのがよくわからないですけど、まあ、一応水と緑と歌の街と言われています。新年明け早々に犬で噛まれたと今評判になっております。ニューイヤー駅伝などがあるのが私の街です。今日は以上です。